イシーもとっても高くしなくてよというわけではない。そうですね、言っていいですか。はい、まあ、この手はもう基本的に高くしにくいんで、できた形で両面とかならリーチいくと思います、さあドラ2枚になりました。日向、これは大きくいきますか。ポイント緻密、まあ満足切ることはない。大もきっと、ただドラの統一を固定しました。これも高くする一つの道ですよね。まあピンフ系で前職使ってってことなんでしょうけどね、仕掛けルートを消すとは思わなかったですね。でも瀬戸熊がもうくっつきの形のイーシャンテンです。さらにローマンまでイーペイコーの形できました。ドラ頭のイーペイコーがもうここで確定しています。初切るか。これ多分ねちょっと様子おかしいの、瀬戸熊さんにやっぱりなんか不穏な雰囲気を感じてると思うんですよね。瀬戸熊さん異常に大事つも気合入っていらっしゃったわっていうことですよね。そう、今初この手で初切るのを抵抗あるって多分そういうことだと思うんですよ。安全牌ですもんね、瀬戸熊に対する。ひょっとしたら緻密、うわーだー、三面ちゃんだ。リーチのみですが、あれこれローピン引きとか狙ってます？なんか高くしたいなと思ってます。いや高くしにくすぎるけどな。これできました。三面ちゃんです。リャンウーパーマン、ウーソーとパーソーどっち切るかもね悩んだかもしれないし。ああなるほどなるほど、リャンウーパーマンです。これ日向さんもともとリャンワン切ったところからそのね瀬戸熊さんの不穏な雰囲気に対応した可能性ありますよね。なるほど、まあ、宅内だとねまたね私たちの視線からでは見えないものもねたくさんありますからね、一発つもはなし。リャンパーマンですが、リャンマン2枚、ウーマンが0、パーマンが2枚残ってます。さあ強くイーシャンテンに受けるならローピンか三蔵ですが、ローピンはきつすぎるか。なるほど、ローピン切るとチートイツも、メンツテも両方取れますか。ローピンよりはマシっていう三蔵にしましたね。なるほど、ソーズね、序盤から切られてるのはソーズでした。でこれでローピンにくっついたらウソウソっていう構えだと思います。中筋のウソ、微妙なバランスを渡り歩いていく日向、なんかこの間中林さんが似たようなことやってましたよね。一回ありましたね、リーチ受けてて、なんか手広いイーシャンテに取らずに一種類の受けを消して他の色全部使えるようにみたいなやつ、それと似たような。粘り方あまりに早いリーチだともうそこにまた腕が出ますよね。どう粘っ、あーテンパった、あーちょっとテンパい、もうリャンピンだけでいくか、いった、いっときましょう。ど真ん中ローピン打ち抜いて、ただダマテンにしています。これリャンピン全部いる、3枚山にいますね。うわー、ウーワンがなくてリャンウーパーマンリーチ時に4枚山だったんですよ。もうなのでもういい勝負してます。これあでも4枚か、4枚です、まだ4枚ですね。うわ4対3ですよ。3面ちゃんとチートイが、日向目線はドラが全部見えたんで、ドラが見えたんですよ、まず4枚、で赤ウソも自分がブロックしているリャンピンだ。ただこれそもそもリーチに通っていません、これは出ないですね。トップ目の松ヶ瀬、ここはもう鉄壁と化しています。いやでも日向さんの三蔵切り、見事この間中林さんにやられた技を吸収して、いやすごい戦いの中で勝手に今言いましたけど、いやでも麻雀リスペクトしてるっておっしゃってたんで、本当に似たようなね手配だったんで、リャンピンもまだ2枚山に残っています。瀬戸熊とにかくこれは上がりきりたいぞ。三面ちゃん、そう、うわーリャンピンが吸収されていく。これリャンピンが変わることあるのかな。リャンピンが通ってない以上変わるんですかね。かなり自信のある牌引いてきたら変えそうではあるんですけど、ローピン強気にいったぐらいなんでね。スーマン、は別にリャンピンと危険度は大差なくて、別に山にいそうとかいう情報は何もない。はい、数万切りかな、はい、数万短期だったら山にありませんでした。これおただリャンピンも山には残り1枚まで減っています。ヤウーパーマンかなり時間かかっています。どうだ、まだか、
いやこのめくり合いも大きいな。大きい。日向の方も1枚残っている以上。さあリャンソーは現物。絶対に山に1枚いましたけどね今のリャンソー。うーん絶対確かに。三蔵四枚切れで。そうね。で誰もね現物合わせてなくて。うん、みんな切る可能性ある。こちらですね。なんということだ。僕が変なこと言うから。いやでもリャンピンはでも目立ちませんか。リャンピン切った後でリャンソー出ますか。出るかもしれないですね。いやわかんないですけど。中林さん数万とかあるんでもしかしたらね、うん、そこもまたわからないところ、はい、さあパーマ1枚減りました。ヤンウパーマも薄くなってきた。さあいいシャンテンか。そうなんですよこの形ちょっとねわかりづらいシャンテンでした。売ってたかもな、ね、いや過去の話はやめましょう、うん、パラレルワールドが見たくなる時はありますね、うん、あーもう松ヶ瀬さんが全部持ってく、うん、ヤンマンも吸収です。さあローピンが通ってる。手出しも特に入ってないですよねそんなに。ええ。2-1もローピンも打てるのか。なんとか。2-1打ってローピン出たらポンしてパーピンを考えたかな。なるほどこの後の構想も今考えてましたが、うん、パーピン通りましたね。リャンウパーマンは違うかローピン4枚目だ中林、うん、さんごめんなさい。ミヤトさん何持ってきました。シュンシュンションパイ。はい瀬戸熊のジャン島ですね。うわ、まあ、この順目はもうちょっとねやっぱりションパイというかションパイじゃないやあの通ってない無筋打ちにくいですよね、うん、リャンピン短期続行中の日向、うん、シュンが山に残っている根拠なんて何もないんで、うん、おウーピンが通った。ウーピン通ったリャンピン筋ですね。そしてパーソーはリーチの現物です、うん、日向はリャンピン短期続行中。ここに日向さん全部持ってく間違せ。なんだこりゃパーマンが山からなくなりました。残るはリャンマン1枚のみですね。さあどうだ瀬戸熊。リャンピンだ、リャンピンだ。なんということだ。8000貫いたリャンピン短期日向チートイツドラドラ赤8000点。瀬戸熊から捉えました。いやー瀬戸熊さんきつい。三面ちゃんで先制リーチ打って当然の先制リーチですよね。いや日向が一瞬のチャンスをしっかりと掴んだ8000点。これで日向2番手に浮上です。いやー日向さんでもお見事でしたね、はい、三道切りからのチートイス本当にしっかりと、うん一筋の光を捉えました。さあ何の4曲です。ドラは初瀬戸熊にちゃんと3色チャンスが